2学期は学校行事が目白押しとなりますが、その先駆けとなるんで、入学希望の中学生に向けた体験授業や部活、一緒に良い行事にしていきましょう。はい。今年はスクールアイドルへの注目度が上がっていますし、盛り上がるかもしれませんね。普通科1年の三船しおり子です。質問があるのですが。どうぞ。部活説明会で、そうか、次のスクールアイドルフェスティバルについての告知を行うそうです。それなら私も調べたことがあります。みんなの夢を叶える場所、素晴らしい理念だと思います。学園の生徒の皆さんにとって良いイベントになるのなら、私もお手伝いしてみたいです。生徒会長。どうぞ楽しんでください。はい。私にももらえる？久しぶりですね、ランジュ。スクールアイドル。廊下は走らないでください。よろしく。初次見面、小ランジよ。留学生はもう一人いると聞いてましたが。あの子は別にスクールアイドルに興味があるわけじゃないから。そうですか。では私はそろそろ持ち場に戻らないといけないので。シシ、助かったわ。持つべきものは幼馴染ね。それでは同好会の皆さん、後ほど東棟の方で。どうかしましたか？さっきの上映の時間をずらせませんか？すみません、特別扱いはできないんです。ここに集まった人の多くは残念ですが。どうすれば。もうマンタイラ、任せなさい。ミア。はいはい。 I gotta use this。 何をする気ですか？ありがとう。外で歌うのは禁止です。そうなの？でも盛り上がったでしょ。理由はどうあれ、虹ヶ崎の生徒になった以上、反省文を提出してもらいます。1週間以内にちゃんと提出してくださいね。三船さん、会長どうかしましたか？それが、やれやれ。わけではありません。